みんなで一緒にオセロで対戦しよう。黒コーナー父ひろし43歳、白コーナー息子太郎8歳。さあどちらが勝利するのでしょうか。おっと、父が黒を5個取りました。息子が悔しがります。試合終了、勝者父ひろし。ここで大人げなく父が息子に勝利しました。おっと、これは母よしこ40歳、息子の仇を取るため母が参戦するようです。第2ラウンド開始。若干父が押されております。おっと、盤面がどんどん白くなっていく。父はただ指をくわえて見てるだけ。試合終了、勝者母と息子、2人がかりで父に勝利しました。みんなも対戦してみよう。楽しくオセロ。